皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回もね、ご常連さんからの最新ボード、仙台市の18歳歌いとさんからのね、ギター用のスイッチャーボードなんですけども、今回ね投稿された、写真を見てね、すごくねかっこいいなと思ったんですよね。この横から写してる、ライブの時の写真かなと思ったら、スタジオに、行ってた時の1枚ということでですね。でもろもろ、環境が変わってますということでね、過去のボードを拝見したらね、今までは直列ボードだったみたいですね。白ラットとかね SD1 が入っていてですね、すごく歪みにこだわったねボードでしたけれどもね。で途中 GT1 なんかも入ってましたけども、今回もう大幅に変わってね、バイタルオーディオ製のね、4ループのプログラマブルスイッチャーで、しかもパワーサプライ内蔵の、スイッチャーエンカウンターですね。なので、おそらく奥の方見てもパワーサプライがないので、こちらのエンカウンターからね全部電源をね供給しているものと思われます。5台分供給できるということで、小型のボードにねぴったり収まる、このハードケースも知りたいですね。ちょっとエフェボーイさんもこのやり方真似したいなというふうにちょっと思いました。ということでね、新型コロナウイルスもねだいぶ収まってきましたのでね、ライブ活動とかもね年末に向けてね皆様方されると思いますのでね、ライブの時の写真なんかもねまたどんどんアップいただけたらありがたいと思います。歌いとさん、ライブ活動も頑張ってください。投稿ありがとうございました。今度は真上から写して投稿ください。ありがとうございました。